楊伊林は中華人民共和国の政治家。長期にわたって経済を担当した国務院の保守派官僚。原石は暗記正金経験。北京政府の軍人だった父親を幼年期に亡くし、母、妻また民に従ってチャンス、石膏、上海を転々とする。1934年、聖華大学の民族武装陣営会で活動。 1935年11月に中国共産党に入党。1936年6月天津市党委員会宣伝部長となり、学生運動の指導に従事した。中華人民共和国建国後は、貿易部、商業部、中央財政貿易部の副部長を歴任。1958年、第8期前人大で中央候補員に当選。 1960年に商業部長に昇進。文化大革命で失脚するが、1973年に対外貿易経済合作部副部長として復活。1977年第11期党大会で中央委員に、1978年に党中央委員会副秘書長となる。同年12月、党第11期三中前会において、 二つのすべて路線が批判され、王統高等副主席が自己批判を余儀なくされると、王が兼任していたと中央弁公庁主任の職を引き継いだ。1979年7月1日、第5期前人代、第2回会議においてに国務院副総理に任命され、同日に国務院財政経済委員会秘書長となる。1980年には、 国家計画委員会主任を兼任。東商平の改革路線とは一線を画すスタンスであり、保守派の長老、陳運の信頼も厚かった。1985年には、陳運の命を受け、アモイ、新鮮、海南島など経済特区、純経済特区に対して本来の目的である外貨獲得が達成できていないだけでなく、不正な輸出による、 外貨流出が止まらないことを指摘し、経済特区の見直しを主張した。7月、中国首脳として21年ぶりにソ連を訪問し、経済技術協力協定の調印に尽力。8月、社会党の代表団と会見した際に、中曽根康弘首相の靖国神社参拝を中国の要人として初めて批判する。この後外交部も続けて批判し、 靖国神社参拝は国際政治問題化した。9月24日、第12期後中前会において、当中央初期どころ初期を退任するとともに、当中央政治局委員に増補選出された。張志陽が総初期に就任した1987年11月2日の第13期一中前会で政治局常務委員となる。張志陽は、用意林を、 公認の国務院総理に推薦したが、年齢面から来る体調を考慮して、総理には李法が就任し、自身は常務副総理となった。また、万里、滝雲ら改革派の常務院入りに、陳運と共に強く反対している。1989年の第二次天安門事件では、李法と共に、改元令志向の指示に回った。 天安門事件以降は保守派の発言力が高まり、経済政策も引き締めが基調となった。1990年9月、第8期5カ年計画に期待が集まる中、地方の指導者を集めた会議で発表された最終案が依然として調整基調だったため、要戦兵関東省省庁や主要機上海、市東一緒キラから相次いで不満が飛び出した。 最終案を作成した、楊ー林は、当初兵によって、最終案の修正作業から外された。当初10月に開かれる予定だった七中前会は12月に延期され、ようやく最終成案が採択された。1994年12月11日、死去。姉のようにシーンは、ピアニスト、作曲家、国家副主席の大木山は、長女。 よ明さんの夫にあたる。日吉秀松改革開放後の権力闘争について、考察、整形研究第50巻第3号、2014年3月、1095から1096ページ中華人民、共和国全国人民代表大会広告第5、届け全国人民代表大会常務委員会第9次、会議環境第5、届け全国人民、 代表大会常務委員会任免人員第12、届け中央委員会第5次全体会議候報第13、届け中央委員会第1次全体会議候報。ありがとうございます。